ですね、ですね、まずまあ、みんな今日集まってくださった皆さんは、同じマッサージ、セラピスト、まあ、またマッサージをこう、ね、習得しようというふうに集まっていただいた、同じ、ね、方向を見ている者同士が集まっているので、またその中でこうお互いの、ね、今の状況をこうシェアして、まあ、今日の、ね、時間を過ごせればいいかなと思っておりますので、僕のやっぱね、マッサージスキルは一回、基本を見ていただいて、それでまずやってみていただいて、多分ね、一回こう体験しないと分かんないと思うんですよね。で、今日皆さん来ていただいたので、さらにこうぐんと一気に理解度が増すと思います。はい、まあ、今日本当にお伝えしたいのは、背中の疲れのほぐし方ですよね。脊柱の起立筋ですよね。本当にマッサージに来るお客様の、まあ、大体多い何ていうんですかね、主訴というか、でなんで背中の疲れとか、まあ、腰とか、まあ、肩、首、肩、背中、腰とかっていう大体こう体幹部分ですよね。まあ、腕とか足とかっていうのは素人がこうマッサージの結構気持ちよかったりするんですけども、本当に背中の疲れですね、この背骨のこの疲れっていうのは、本当もう現代人はどうしてもこう背中に疲れをためやすい生活環境に生きてますんで、だからそこの疲れをしっかりほぐせるようになると、本当に息の長いマッサージセラピストとしてこう活躍できますし、そこがやってほしかったのは、そこやってくれる人がいなかったのよみたいな感じで、濃いお客さんですね、本当マッサージ好きなお客様、マッサージのお金使うことをこう優先に順位に考えてる人が結構ね、来てもらえるようにというか、いいお客さんがね、息の長いお客さん、もうそうなったら離れませんからね、マッサージは人につきますからね。最初お店でこう来て、でなんかマッサージ好きの人ってこう流浪するんですよね、自分に合う人いないかなって言ってそれで、あ、この人って見つけたらもう本当離れないですから、店変わってもそっちについてきますからね。だから本当そういうふうに僕が今まで研究してきたのは、いかにこのマッサージ好きですね、いろんなところ、本当はもう自分で言うのもあれですけど、僕のマッサージスキルは、マッサージまで受けてきた人が最終的にたどり着く、ほぐし方というか効かされ方ですね。本当にいろんな海外行ってもすごく高級なホテルに泊まってスパとかで受けても、やっぱり日本人ってマッサージって指圧的なマッサージがやっぱ好きなんですよね。僕がハワイで住んでた時でも、向こうでマッサージセラピストでやってた時もですね、まあ、欧米人の方でもそうですけども、特にアジア系の方とか、日系の方なんかは、ケンさんみたいにやってくれる人が本当にいないからっていう風で、僕がハワイから撤退して帰る時も、同じようにやってくれる人いないかって本当になんか、ね、紹介してくれないとかって言われて、僕はそこでちゃんとね、できる人育てて任せていけばよかったんですけど、まあ、そんなこともありましてですね、本当にマッサージにお金、マッサージってやっぱ高いじゃないですか、あんまりそう安いものでもないので、1時間で半額マッサージのお店でもやっぱり1時間3000円とかってしますじゃないですか。1時間3000円のサービスって言ったら、他のことに考えるとね、結構食事行っても3000円でご飯食べようと思ったら、お昼だったらね、結構いいもの食べますよね。それで考えるとやっぱりね、結構高価なものなので、それに見合ったこうサービスというか技術というかですね、できるようになってもらいたいなと思います。本当特に今日も本当ソーセージ君とそうめんちゃんのですね、効かし方ですよね、効かされ感をまず味わっていただいてですね、それで効かされ感と自分が効かせてる感がちゃんとこううまくこう結びついて、自分はこうやってやってるの、こういうふうにお客さん感じてるんだなっていうのを分かってもらうのも本当にしっかりとやってきますね。よろしくお願いします。ではリラクゼーションのマッサージっていうのは、健康な方にねやるマッサージです、うん、マッサージっていうのは別に病人にやるためのものでもなくて、健康な人でも体の疲れがなくても心のね、なんかケアするためにこの手でこうマッサージしてあげると、心地いい感覚ってあるじゃないですか、気持ちいいなーって、ああなんかこうちょっとこう触られるだけのこうざわざわとそわそわという感じでもね、やっぱなんかこう脳をリラックスさせる効果があるので、マッサージって本当にただ機械的にもんでそこを直すっていうものでもなく、楽にリラックスしてあげることによって精神面、ですね、心がこうリラックスすることによって肉体をね緩くさせるというか、まあ、緩める効果もありますので、だから本当に治療的なものね、結構ねやらなきゃいけないのかなってかって思ったりもするんですけども、うん、そちょっと今引きましたけどね、本当時間が足らんな、そうですね、やっぱ本当そうなると病理学的なことも勉強しないといけないですし、解剖学生理学もねしっかり勉強してっていうふうにやっていかないと、臨床学とかもやっていかなきゃいけないんで、ちょっと大変なんですけど、
本当リラクゼーションのマッサージっていうのは治療家がなかなかやらない分野なので、だからそこの部分をね僕は大事にしてほしいなと思うんですよね。本当健康な人が病気になってで治療するその前の段階でちゃんとリラックスしてちゃんと日々の疲れをね取り除いて、だから本当マッサージリラックスすることやっぱ気持ちいい、そのマッサージを受けることをね癖になってほしいんですよね。マッサージはよく癖になるからどうなって言うじゃないですか。でもそれって自分の体の疲れをこう敏感に感じ取れるようになってる、一番怖いのが本当疲れを溜め込んだままですね気がつかない、である、日突然なんか症状がバッと出てしまって病気になってしまう人とかもいますんで、だから本当にマッサージセラピスト、本当リラクゼーションのマッサージセラピストの仕事っていうのはやっぱりお疲れですよってちゃんとねお疲れな人に言ってあげることと、それを気づかせてあげてそれをちゃんとほぐすことを進めてあげるというか、まだまだね日本人はなんかその、まあ、女性はこう疲れとかそういう気持ちいいことの貪欲ですけど、男性の場合だと結構我慢しようじゃないですか、うん、まあ疲れて飲みに行けばいいやとかね、まあ、なんかそんな感じになっちゃうんで、本当にリラクゼーションのマッサージは僕は医療のフロントだと思ってますので、やっぱりその日々の疲れをちゃんと止めないようにして、本当脊柱のねこう背中に大体疲れがたまるんですよね人間で、その部分の疲れをちゃんとほぐせるようになるとやっぱ姿勢もねよくいい状態で保てますし、なのでやっぱね、マッサージってすごくね大事なんですよね。癒しのマッサージが僕結構大事だと思います。だからもう本当に日常的にプロの方じゃないなくても家族とかね恋人同士とかでこうできるような、いつでもどこでもできますからマッサージは、まあ、僕は結構フリーマッサージでやってたりとかね、ゲイルマッサージあれもそういうふうでいつでもできますよっていうのをねいろんな方に知ってほしいなと思ってやってるんですけど、もう本当に今すごくいいお話聞けたんですけど、お年寄りですよね、お年寄りは本当に背中曲がってるじゃないですか、あれでもうすごく疲れてる姿勢にしてるんですよね、こうして顔上げてるでしょ、もうそれだけでもここの筋肉ずっと張ってますから、でお年寄りのほぐし方ってもう横向きじゃないとできませんから、うつ伏せなんかね背中曲がってるお年寄りなんかうつ伏せできませんから、うつ伏せできますとうつ伏せでも押せますけど無理がかかるので、やっぱり横向きでこう本当に起立筋のですねもうそうめんちゃんをねキュッキュッてやってあげるとねみたいな感じになりますからぜひねお年寄りのねマッサージもしてあげられるようになってくれるといいかなと思います。で今日はもうそのさっき説明した、ソーセージ君そうめんちゃんの聞かせ方をね徹底的にやっていきますのでよろしくお願いいたしますね。本当首肩背中も腰のこの起立筋のラインですね、まあそこが本当僕はいつも思います、自分にやってほしいと思うんですよね自分の背中をだからそれをね今日は皆さんね植え付けますからインストールしますからね、で今日習った状態でこう聞かせ感と聞かされ感を、こう意識していただいてですね、そこからの練習です、ここから先は皆さんのね、なのでそこから先はですね、もうどんな感じか分かっているので、あとは繰り返し繰り返しこう練習する、人にやってこんな感じでどうとか、あとはその教えてあげてもいいですね、こうやってやるんだよみたいな感じで同僚の人とか周りのねマッサージセラピスト仲間の人に、そうしてこうお互いにこうできる仲間を作ってやっていくとどんどん上達していきますから、そうするともう自然とうまくなるような種を植え付けますので皆さんに今日ねじゃあよろしくお願いします。はい、この動画が良ければ、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。コメントもお待ちしております。